はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やってまいりましたね。二次プロジェクトということでね、フールの、昨日第9話を見たところでございましてね、いやーすごかったですね。今ねちょっと化粧水をつけたばっかりなのでお肌がツヤツヤでございますけれども、あのですね、全然関係ないんだけど、まず本当にニナちゃんが素晴らしかったです。もう出てきた瞬間にセーラームーンかと思いましたもん。そのぐらいもう人間の域を超えた、もうオーラとビジュアルと、そしてもう何ですか、チンに満ち溢れたあのスマイルと言いますか、表情、めちゃくちゃかっこよかったですね。もうガールクラッシュ一番してたんじゃないかなっていう風に思っちゃうぐらい、みんな素晴らしかったんですけど、とりあえずニナちゃんの破壊力にやられた方多いんじゃないかなっていう風に思いますね。ポニーテールがめちゃくちゃ似合うっていうところと、やっぱ顔がむちゃくちゃ小さいっていうので、ね、ステージ映え、衣装もすごくキラキラしてたのもあって、本当に輝いてたなっていう風に思います。お疲れ様でした、というところですかね。で、まあいろいろね、今日はコメントがなかったメンバーやっぱりいたなっていうところがちょっと気になっちゃったのと、あとまゆかちゃんねのコメントもなかったところがちょっと気になるなっていう、もう今ねツイッター会話もざわついてますけど、どうなっちゃうんだろう。計4人がコメントいただいてないじゃないですか。他の3人もお疲れ様でしたっていう風になってて、ちょっとどうなんだろうなっていう風には思ってます。いやこれどうなるんだろう本当にっていうのがあります。まあ一応ね振り返っていきましょうかね。まず今回ね、マヤちゃんチームというところでリマちゃんめちゃくちゃ良かったんですよ。でこの前も言いましたが、やっぱり英語の発音がお上手な方なので、歌ってる時のブーン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 のところのブーンの発音が普通のブーンじゃなくてボーンっていう感じ、めちゃめちゃ大げさにやってるんですけど、この大げさにやるぐらいしっかりと発音ができてるっていうところは素晴らしいなと思って、これはニナちゃんもやっぱり同じことが言えて、英語の発音に慣れてるからっていうのもあるんですけど、もう一個その英語の発音に慣れてるイコールどういうことかっていうと、息の吐き方がしっかりできてるんじゃないかなっていうふうに思って、ボーンっていうこのブッブッっていうブッっていう音を当ててく感じですよね。これがあるからこそ、歌ってる時にやっぱすごくしっくりきた。声量も息を大きく吐いて歌うっていうところができてたので、すごく大きく聞こえたんじゃないかなっていう風に思って、ここら辺はやっぱね、喋り慣れてる人だったりとか、あとは歌い慣れてる人、正しい発声ができる人とかっていうところにあるんじゃないかなって思って、日本語ってね、ちょっと言い回しが違うんですよね。歯に当てていく感じで喋るらしいので、そういう意味でちょっと歌いにくさっていうのがやっぱりあるらしいです。英語の方がね、歌いやすいらしいんですよ、どうやら。楽しむ姿勢があったかなっていうところがリマちゃんやっぱり感じましたね。踊ってる時の笑顔が非常に素晴らしかったなと思って、あの笑顔ってどういう笑顔かっていうと、踊ってる時、パフォーマンスしてる時に楽しいっていう風に感じられてるんですよ。で、楽しいっていう風に感じてるポイントは何かっていうと、音楽を聴いて楽しいなー、やっぱこの音いいなーっていうあれなんですね。で、これが、リラックスしてる時に出てくる現場で起こるリアクションなんですよ。すごく練習をたくさん積んでいる、これね結構オーディションこれから受けられる方とかは本当に大切にしていただきたいなっていうところなんですけど、本番で僕らがいつもよくこう感じてること、大切にしていることっていうのは、練習をたくさんしていった時にかかる音楽って聞いたことのある音楽なんですけど、大事なのは聞いたことある音楽なんだけれども、アドリブでそこで踊れるかっていうところなんですよ。そうなんです。すごくこれパラドックス、矛盾しちゃってるんですけれども、たくさん練習してきたことを一旦全部捨てて、その覚えてる状態で音楽を聞いて、その日初めて踊るかのような感覚で、その日初めて聞いた音楽だなっていうところで、なんだろうこの曲楽しいなっていう風に思えるっていうところが非常に実は本番で大切なポイントになります。だからこそ、今まで考えてきたことをまっさらにしてくださいっていう風にパクジニョン先生とか、まあ、審査員の方々が言ってたっていうところなんですよ。実はねそういうところがあって、実際に頭の中に次どうやってどうやってっていう風にいろんなことを考えながら踊ってしまうとどうなるかっていうと、流れてる音楽に対して反応していくんじゃなくて、自分の中で予測を立てながら踊ってってるっていう状態になってしまうので、音楽とその人自身が噛み合わなくなっちゃうんですよ。不思議なことに。これは音とタイミングとか絶対にこうバッチリ合ってるかもしれないんですけど、練習もたくさんしてるので見てる側からしたらそれが一瞬で分かっちゃうんです。これがね、生のパフォーマンスにおける一番のまあ醍醐味であり楽しさであり難しいところで、なんかあれちょっと僕らに伝わってこないなっていう、見てる人がそういう風に感じてしまうポイントがそこなんです。どうしてもガチガチに緊張してしまって、うまくやろうと思って次これやってっていう風になってしまうと、どうしてもその音楽と一体となってる様子が見えてこない。で、音楽と
一体となって気持ちよく歌ってるからこそ感動が僕らに伝わってくるっていうところがあって、ここができてたのがリマちゃんとあとリクちゃんかなっていうふうに思いました。リクちゃんも非常に素晴らしくて、なりきるポイントがここだったんですよね。音楽かかった時にグッっていうふうにやっぱ入ってくる、そのガールクラッシュって聞いた時にやったやってみたかったんだって言ってたじゃないですか。あのワクワク感がそのまま本番でも出てたからこそ、リクちゃんも非常にいいパフォーマンスができたんじゃないかなっていうふうに思います。歌しかりダンスしかり、しっかりとなりきれて、その場で流れてる音楽に対してリアクションを取れていたからこその、高評価だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、あとまやちゃんかな、その面で言うとまやちゃんはちょっと表情にも元気がなかったかなっていうふうに思います。でもこれはしょうがないですね。やっぱりリーダーとしてみんなよりもその担ってる責任っていうものが大きいじゃないですか。にプラスアルファガールクラッシュをしようとしすぎてしまったっていうところがあると思います。あのガールクラッシュをしたことがないのでわからないんですけど、おそらく結構自分とは反対側の性質を出していかなきゃいけない。例えば可愛くプリティに綺麗にっていうことを今までこうたくさんやってきた方からすると、ちょっとそこを打ち壊していってクールな感じでかっこよく女の子から憧れるような存在みたいなところの像ってすごく描きにくいと思って、そこがうまくハマりやすい人もいればちょっとまだつかめないなっていう人もいると思うんですよ。そういう意味で試行錯誤の段階でもちょっとあったのかなっていうふうには思います。ただパフォーマンスで見た時のスキルだったりとか、まあ、歌とかに関しては全然問題なかったなっていうふうに思うので、あとはそこに対しての説得力ですよね。今回結構厳しめに見られてるっていうところもあって、今までの審査基準とはもう全く違うところですね。アーティストとしてどう見られてるかっていうところを非常に、突き詰めた審査だったなっていうふうに思うので、その点に関してはもうしょうがないかなっていうふうに思います。これからこの段階を踏んだ次のガールクラッシュはもうまやちゃん全然絶対に大丈夫だと思うので、そういったところは、心配してないなっていうところですね。で、ミーヒちゃんですね、ちょっとやっぱり細くなってきちゃってるよなっていうところは皆さんも感じていらっしゃると思うんですけど、僕もやっぱりそれを思ってて、一個原因としてあるのが歯かなっていう風なんですよ。歯の矯正をされていて、でちょっとこれ確かじゃないんで僕の推察なんで分かんないんですけど、おそらくちょっと歯抜いてるんじゃないかなっていう風に思ったんですね。で、もしこれ歯を抜いていたのであれば、だいぶこれストレスがかかってる状態だと思ってて、で歯がないっていう状態、抜いてしまってる抜歯した状態って、本来あるはずのものがないっていうところで喋ってる時とか、普段なんかこう物考えてる時、食べてる時に結構ストレスなんですよ。ささやかな時にストレスで、それがずーっと続くわけですね。痛み止めとかじゃないんですよ。もうあるものがないっていう状態なので、っていう風になってくると、それが結構負担になってきて精神的に来ちゃってるんじゃないかなっていう。でしかもそんな状態にもかかわらず、これからもうどんどんオーディションというか、まあこのサバイバルを生き抜いていかなきゃいけないっていうところで順位も下がってきちゃってるっていうところの焦りとかもあって、ちょっとタイミングが良くなかったんじゃないかなっていうふうに思います。もうでもパク先生のおっしゃってた通り、ポテンシャルだったりとか本当にナンバーワンのものを持ってるっていうところも本当にその通りだと思うので、まあここを切り抜けたら本当にいつものあのミヒちゃんに戻ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕の今の個人的な意見で、絶対そうではない、そうかどうかわかんないんですけど、ちょっとその歯の矯正の部分が僕はちょっとと影響してるんじゃないかなっていう風にちょっと思っちゃいましたね。はい。で、ニナちゃんですね。ダンス素晴らしかったですね。高低差をちゃんとつけていくっていうところで、ニナちゃんが一番背高かったじゃないですか。っていうところで、ブンブンブンって言ってしゃがんでいくところのこの低さ、ちゃんと取れたりとか、ブーンって切ってグッて下に入るところの低さとかも本当によくできてたなっていう風に思いました。頑張んなきゃいけないんです。多分人一倍低い姿勢を取らなきゃいけないっていうところで、ニナちゃんがグーって大きく下に入れた。これは素晴らしかったですね。で、一番欲しかったコメントですね。もうダンスは上手くなってるよと。もう自信持っていいんだよ。あのお言葉をいただけたら、もうニナちゃん、涙ちょっと来てたじゃないですか。あれですよね。もう今回のこのオーディションって、オーディションっていうかね、そのサバイバル番組ですけど、パクジニョン先生のお言葉に全てがかかってるじゃないですか。多分ですけど、毎日のようにパクジニョン先生に会えるんじゃなくて、この収録の時しか会えないと思うんですよ。で、収録って僕ら毎週見てるからですけど、これ6ヶ月いるじゃないですか。ってなった時に多分ですけど、月に1回会うみたいな状態だと思うんですよね。ってなった時に、月に1回いただくお言葉がずーっとその後残るわけですよ。ダンスが上手くなかったら、ダンスあんま上手くないねって言われた時に、ダンスがあんまり上手くないガーンっていうのを1ヶ月引きずるわけですよ。で、もうドキドキしながら次の審査に移ると。で、評価してもらうんだけども、そこを褒めてもらえなかったってなったら、ってなってまたガーンってなって、1ヶ月経ったのが2ヶ月があるわけですよね。これがダンスのトレーナーさんに言われてるんだったら、次言われたことを明日までに上手くやっていこうとかっていう風な成長の段階を終えると思うんですけど、ここが最終的な判断、パクジニョン先生のお言葉にかかってるっていうところが非常に、彼女たちにとってのプレッシャーだったりとかっていうところになってると思うので、
やっぱりそのダンスがなかなか克服できないとか、もちろんこれはユナちゃんの時もそうだったと思うんですけど、やっぱりパクジニョン先生のお言葉で胸のつっかえが取れたみたいな状態が多いじゃないですか。はってさせられる部分、その役割が大きいだけに、そのコメントの貴重性、貴重さっていうものがいい意味でも悪い意味でも作用しちゃうんだろうなと思って、悪い意味っていうか、まあしょうがないとは思うんですけどね、っていうところでやっとですよ、このコメントをいただけたっていうのは非常に大きいかなっていうふうに思いましたね。で、ちょっとね、まゆかちゃんのコメントが出なかったのが気がかりだなっていうところはあります。でもダンスむちゃくちゃすごかったんですよね。ポニーテールの使い方すごくうまかったです。フロアに入ってから頭ブンブンって2回回して髪の毛後ろにバンって持ってくるとか、あれこそまさにそのプロフェッショナルの方たちの領域の技なので、ダンスを可愛く綺麗に踊れても髪の毛バッサーってなってたら、これはノンノンノンなんですよ。髪の毛をうまく使いこなせてこそプロフェッショナル、表情つけてっていうところを本当に突き詰められていたパフォーマンスだなと思って、素晴らしかったんですよね。ラップも良かったし、ラップの良かったなと思ったポイントは、まゆかちゃんが歌った後にリマちゃん歌ったじゃないですか。でリマちゃんが歌った時のリアクションが結構大事だなと思ってて、リマちゃんやっぱ上手いじゃんっていう風になるんじゃなくて、まゆかちゃんが歌った後のリマちゃんがすごくナチュラルでそのまんま言ってたっていうのが良かったんですよね。要するに差があんまり感じられなかったっていうところです。細かいスキルの面ではそうだったかもしれないんですけど、パッと聞いた時のまゆかちゃんからリマちゃんっていう流れがすごくナチュラルに自然に取れたっていうところが、まゆかちゃんのそのラップのスキルの高さっていうところを証明してるんじゃないかなと思って、これはねめちゃくちゃ良かったなっていう風に思いますね。でやっぱり踊り終わった後の表情が良かった人たちが、高評価をもらってたなっていう印象があります。まこちゃんチームの時にまこちゃんとリオちゃんかな、この二人は踊り終わった後の表情でちょっとね笑ってたんですよ。で他のメンバーの人たちは踊り終わった後によしできた、どうだったかなっていうような感じ、出し切れたっていう人と、踊り終わってちょっと心配な風なところとかよぎり始めた人とっていうところが分かれ道だったかなっていう風には思ってて、その点で言うとリマちゃんとリクちゃんも踊り終わった後結構颯爽とした顔してたんですよ。もう出し切ったぞっていう、そこかなっていうところはありましたね。だから次のステージでそこを出し切るっていうところ、出し切るっていうのは本当にもう自分ができるマックスをやるっていうところなので、たとえ、課題が残ってたとしても、その状態で、その時の自分で、その時の音楽を聴いて、その時のリアクションを取れた時っていうのは、ちゃんとやっぱり自分の中で納得ができるんですよ。体調が悪くても、頑張れたなとかっていうところに繋がってくるので、そこら辺をね、多分リラックスしてっていうお言葉で、うまく表してたんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、最終的に、パクジニョン先生がね、次のバトルありますよって言って、今まで言ったことを僕の言葉を忘れて、次に頑張ってくださいって言ったんだけど、いや、忘れられるかなっていうぐらい、やっぱり貴重なお言葉いただいてるじゃないですかっていうのもあって、なかなか過酷なスケジュールでこれ撮影してるなっていう風に思いましたね。だってこれ緊張するの当然なんですよ。なんでかっていうと、この日のうちに結果が出るからですね。試験受けてその日のうちに合格か不合格かが出るっていう、そんな試験があったらもう絶対に持ってるこの鉛筆の手震えるじゃないですかっていう状態でパフォーマンスをするっていうのは本当に大変だなっていう風に思います。ステージの上に立つってめちゃめちゃやっぱり緊張するんですよね。非現実なだけに、どんなにたくさん練習しててもステージを見た時にちょっとひるんでしまうっていうのはもちろん本当にあることなんですよ。そこで自分を奮い立たせて、えいやってどれだけいけるかなっていうところが本当にアーティストの方たちに求められるところで、メンタルの強さが必要っていうのは実はそういうところです。パクジの先生が自信を持ってっていうのは何でかっていうと、ステージを目の前にした時に飛び込めるかっていう人と、そこでひよっちゃうっていうところを見てるんですよ。メンタルが強いからこそ自分に自信を持てるっていうのもそうだし、緊張して自分やばいなってなった時にでもえいっていう風に、それでも前に進めるかどうかっていうところもメンタルの強さなんですね。ここを見てますね。これはそういう経験を踏めば踏むだけちゃんとそういう力がついてくるので、今なかったとしてもえいっていう風に一歩ずつ二歩ずつっていう風に前に出ていくっていうところの意識をするだけで全く変われますから、もうそこをねどんどんこう蓄積して、デビューしていただきたいなっていう風に思いますね。ちょっとね残りの4名の方が本当に気になるところではあるんですけれども、とりあえずね皆さんの感想もいただければなという風に下の方からお願いいたします。はい、ということでね、リクエストや質問などありましたら下の方からよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ、あ、ニナちゃんお疲れ様でした。次も頑張ってください。絶対ねデビューすると思ってるんで期待してます。ありがとうございました。よいしょ。